はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、またホルスデッキホルス実況チャンネルなんですけども、あのホルスってレベル8のモンスターじゃないですか。でレベル8をいっぱい供給できるじゃないですか。だからなんかね、こいつ結構簡単に出せるんですよね、ヌメロンドラゴンが。で俺思ったんですけど、ヌメロンドラゴンが出せる状態で相手のモンスターがいなければワンキルって結構簡単に取れると思うんですよね。はい、なんでなんか全部パケカードをひたすら入れたらなんかこの環境いけんじゃねと思ったんですよクソ頭悪い IQ3 みたいなできたんですけど、今結構魔法トラップ無効しかねない環境で、なんか SQS とか スネークアイとかって魔法罠無効あんまりないんですよね。まあ、リソースとかはかなり構えられるし、モンスター効果で結構相手のカード除去したりはできるんですけど、あんま魔法トラップ無効がなくて、まあ、そうなってくるとなんか羽暴起とかサンボルとかブラックホールとかこの、サマンタケライター怪獣の目、これは裏食らうんですけど、まあ、この辺のカードなんか通るんじゃねえかなと、ライトニングストームとかというところで、今日はですね、相手の、カードを怪獣およびラバゴで処理、そして、全部破し、ホルスでランク8出してワンキル、これをやっていこうと思いますマジシンプルでしょ。これブラックホールドラゴンっていうねカードもね、ちょっとまた今後ね強化控えてますんで、まだ強くなりますよ。はい、早速 IQ3 デッキ分回していきます。デュエルスタンバイ。いやブラックホールドラゴンな、来てくれたらな完璧だったんだけどな。ブラックホールドラゴンっていうねやつがいてさ、まあ、OCG の方でね使ってる方だったら分かると思うんですけど、ブラックホールをサーチするっていうあエンドベースなんですけど、エンドベースにブラックホールサーチするってやつがいて、それをねちょっと使いたかったんですけど、まあ、ちょっと来てないもんは仕方ないんで、まあブラックホールドラゴン、まあ、なくてもまあブッパホルスみたいな、全ブッパホルスみたいなのは一応、脳内で考えてはずっといたんで、まあ、それをねちょっと今回分回していこうかなと思います。まあ、とりあえず、スネークアイの展開は、まあ、割と、まあ、マスカレーナがねちょっと鬱陶しいけど、全部っぱ結構効くっちゃ効くんで、ラバゴしてからね全部っぱが一番気持ちいいんですけどね、マスカレーナ素材 の、 モンスターって破壊耐性持ってるんで、ね、そこがちょっと、環境的には向かい風なのところかなと思いますけど、はい、まあまあ怪獣とラバゴいっぱい入ってるんで一応処理はできますけど、ね、さあとりあえず、貼り付けマスカレーナからマスカレーナ出てきて、手札5枚で短視力と、もう行かれてんなこのデッキマジで行かれてるやろ。あ強いねさあ3戦2種類まあまあ強いな。あオッケー、これで3戦の5の、起動条件を満たすことができました。あとはちょっと一回トレードイン発動してウララチェックですね。まあウララ1枚ぐらいあるでしょさすがに。打ってもらって構わないですよこれは。最悪打ってもらって構わないです。さあどうする、ウララ打ちますか、イムセティに打つか、トレードインに打つか、ちょっと難しいですよね。なんかありそうな、なんか考えてる風だったよね今。多分あるんじゃない。うらら、まあちょっとオーボの石壁はどうでしょうか。オーボの石壁の効果を発動しまして、オーボの石壁でイムセティを持ってきたいです。で、イムセ持ってきて、ほんで村雲のオロチを墓地に送りまして、墓地はねやデッキに返しまして、でイムセティの効果を起動させていく。でこれでまあ正直ここでいわゆる打たれても、まあ言うてもホルスモンスター3体墓地いってんで、まあまあまあみたいなとこありますね。でうららぶち込まれました、まあまあまあ、はいはい OK でこれで、3戦の際と3戦の後の起動条件はどっちも踏み出すことができました。一応とりあえずパクります相手。ちょマスカレーナか、これできればあれだよね、なんだっけ、あいつパクりたいよね、フランベルジュ。そしたらさ相手のマスカレーナパクるんじゃないこれ多分。ああなるほど、フランベルジュを前に出します。うさぎ、ええ、ああ自分爆破してあれってこと、分裂ってこと、なるほどね、はいはい。でマスカレーナが出てきて、でマスカレーナをもらうってことか。なるほどなるほど、よし3戦ででも結構踏めたぞ。3戦で結構踏めたカードを神でフランベルジョッケ、まあいい、それはいい。あとはこの手札
2枚でいけるかな。ただ壁が生成されてうぜえな。壁が生成されてガチでうぜえ。ポプルス OK。 あの伏せカードなんだっけ、見えてないよな。あの伏せカードなんだろうな、ちょわかんね。財宝狩りとかもありえるか。無限法要とかだときついし、墓穴だったら多分打ってるんじゃないかな、もうすでに。あーで、トカ姫出てくるよね、オッケー。トカちゃん出てきます。くそ、俺のマスカレーナを破壊してくれよ、俺のっていうかお前のくそ、シュアリ上がる、オッケー、いいだろう。で、トカ姫が出てきた。で、フランベルジオ効果で貼り付ける。なるほどね。まあ、とりあえず出すしかないですよね。まあ、とりあえず出していきましょう。一旦出すしかない。王の棺なくてもね、王母の石液が王の棺なんで、まあ、出せるは出せるんでね。ちょ、なんかずっと光ってんだよな。これなんだこれ。いやー、わかんねえな、これ。なんでもあるんだよな。計らって打ってるから、まあ、財宝狩りのチェーンもあるし、まあ、エフェクトメーラーとかもあるかもしれないですよね。いやー、どうしよっかな、これ。まあ、5打つよね。まあ、一旦5打って、相手のフィールド上にモンスターがいると好きな通常魔法カードをサーチできるみたいな効果になるので、基本的にはまあ強欲で貪欲な壺を一旦持ってきて、これでもうドローしに行くしかないんじゃないかな。なんかもうこれでなんか都合よくなんか羽とか墓穴とかなんかサンボルとかそういうの引き、おい雑魚すぎるやろ。じゃあ行くしかないよ、もう俺は。じゃあ行くしかない。もう相手ライフ6ステージしかないから、ヌメロン同士で勝てんだよ。ヌメロン同士で勝てる、一応だけど。ドゥアムテフ、さあドゥアムテフを出しに行くしかない。いやートレードインか。いや、さすがにあそこ安牌で普通になんかあれかな、打てばよかったかな、なんだっけ、ハーピーの張り棒きとか持ってきたよかったかな。でもね、なんかね、俺はあの癖カードブラックだと思うんだよね。なんか使ってないじゃん、全然。墓穴も、まあ無限砲だったら打つタイミングないか。無限砲よ、エフェクトメーラー無視しても俺行くしかないんだよ、もうマジで行くしかない。くそ、行ってこい行け、やけくそラビオ行くしかねえ。お前にかかってんだ、2700のトカ姫をぶん殴ってこい。またラビオンでぶん殴るわけじゃないけど、さあラビオンの効果を発動するぞ。うわうわジンかけムーブすぎるいや、エフェクトメーラーマジでやめて、エフェクトメーラーエ無限法要マジでやめてください。さあヌメロンドラゴンの効果、うわー、頼む、どれどれ、通ってくれ、通った、バトルフェイズこせ、いけ、すべてを破壊しろ、やったなんか勝ったー。よし、 G トールカゲーミングだ、ゾー Z トールカゲーミング、 I love Maxi。 なんかさ、海外に来てさ、 G ない環境でさ、普通に TCG をやってるわけじゃん。マスターディールになるとさ、 G がさ、まあ来るわけじゃん。 G って基本的になんかの環境のそのデッキの組み方は結構変えるようなカードだと思うんですよね。 G があるからこそなんか いろいろするというか、なんかさ、まあ、ガム入ってるんだろこのデッキ。なんかあれだよね、対応できない、俺だったら対応できないんだけど、なんか海外に結構頑張ってすごいよね。よし、通った、神、 G 通った、神、G 通ったの神すぎるだろ。じゃあさすがに大丈夫だと思う。このデッキまくり系のカード死ぬほど入ってっからなんかもうほんと手札誘発なんてマジで増字ぐらいなもんで、2ミリ入れてたっけな、もうほんと増字ぐらいなもんで、もうあと全部なんかその全部っぱ系カードめっちゃ積んでるから、怪獣とラバゴと、だからまあ割とね、なんとかなるとは思いますよ。はい、さあお相手し、とりあえずレスキュー S 展開なのかな。まあ G 通ってるんで最小限で多分ターベランス着地して、まあただ伏せ除去が欲しいね、レスキュー S の場合は。ライトニングストームか羽暴起ができれば欲しいといったところですね、一応。で、フランキー将軍着地、
これだから相手のターンにリトルナイト、アンド、まあ、伏せ4枚どうな、うーん、なるほど、これはちょっとバック除去があるかどうかゲーミングには かなりなる気がする。エマージェンシーいいだろう、なんとかしてバック除去をね引いていきたいといったところなんですが、はい、レスキュー、レスキューエスってね、なんかマスカレーの効果使ってくるんだったら参戦の際とかもねちょっとあんまり起動できなくて鬱陶しいんだよね。あと怪獣とかラバゴと参戦の際の相性がそこまで良くなくて、そこも問題というかちょっと若干アンチシナジーみたいなとこあるね。怪獣行き過ぎじゃない？まあまあ弱かないけど、ちょっと一旦オーボの石壁撃つしかないな。これちょっとハーピーの羽ぼうきかなんか引きたいな。ここになんかマスカレーナ撃ってくれるとこもないからないよな。ラバゴショルか、もうちょっとなんか撃ってくれそうねえから、もうラバゴショロこうして、これは縦でいいか、はい、でこれ差し上げまして、これ差し上げます。これ差し上げ、スーを差し上げます。で王の棺の効果裏らありますか、なんかわかんない、チェーンが、まあ、これはもう伏せカード4もあるからちょっとチェーン的にわかんないな。ハーピー持ってきて、棺1枚いらないからこう返して、でイムセティの効果起動、ちょっとマジで羽ぼうき引かして、羽引かして、コストハーピー羽引かして、羽かもしれないカード、羽になるかもしれないカード。可能性を感じる。来い羽、羽、あー羽来ないか、羽来ないか。しかもなんか妨げられた怪獣の眠りマジで意味ね。怪獣もうデッキの中にガメちゃんしか残ってない。魔王の棺発動するか、王の棺発動して、あ、エマージェンシーですか、なるほどですね、エマージェンシー、OK です、エマージェンシー OK です。あーやべ、あの増じ忘れた、ちょっと待って、やべ、失礼した、増じ忘れた、増じ忘れた、増じを打ち忘れました、すいません。これなんで増じ打ってないの俺は。で、ちょっと待って、これ一回ブラックホール。あまりに脳死で笑う、あまりに脳死、あまりにも脳死オブザイヤーで笑う。で、すべて浮き飛ば、すべてぶっ壊す。よし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 。クソ脳死で笑う。で、王の棺の効果。さあ、村蜘蛛のオロチを墓地に送ることにより、レスキューは、なんだっけ、蘇生だっけ、ここは、だから、ここにチェーンして、増殖する意味不明タイミング。意味不タイミング。よくわからないタイミングでぶち込んでいく。なんでさっき打たなかったの、忘れてました、すいません、ごめんなさい。ブラックホール、無限ブラックホール地獄で笑った、無限ブラックホール地獄やんこれ。もうブラックホールぶち込みます、ハイパーやば、やばこのデッキ、マジで IQ3 なんだけど、 IQ3 でしょこれ。で全部出します。まあなんどれでからでもいいか。さあ村雲から、まあ、ホルス以外が出せるときはホルス以外から出して、でホルス出してってやると一応ホルスの、効果が起動できるかもしれないんで、まあ、ケベンセヌフ出して、はい、でディンギルスを出して、あ、後ろ一応踏んで、はい、でディンギルスの効果、これで一応ディンギルスが、いるんで破壊耐性も付与できてますね。あ、エクスティングイッシュアップです、もうチェーンねえなこれ、あと全部レスキューにねえと打てねえもんな大体。はい、でハーピーで、イムセティ、ドゥアムテフ、はい、殴れば勝てますねこれ。バトルフェイズ。マジで、マジで IQ3 やばい、 IQ3 デッキできたわ。しかもなんか今の動きが強くなかった。
サンボル G イムセティはまあまあ強いでしょこれ普通に。ちょサンボル相手か同化ゲーミングだけどね。ティアスケルやべ幻影だ出た。これホルスともね非常に相性がいいらしいですからね。これねファントムナイツは墓地に行って効果を発動するカードが非常に多いですからね。これなかなかですよ。俺竹光なるほど竹光入ってんだ。まあコストロジャー優秀だな確かに。あダスティ効果でファントムナイツ持ってくる。なるほど。まあ、G 打たないといけないか。サイレントブーツは、チェーン乗んないんで、まあ、打つしかないか。はい。で、打つ。どうしますか。弾け出すぞ。よし。あ、通った。やった。マジ。来た。お前、俺、あれやぞ。まあ、G 通ったらさすがに強いところでっけ。そう、G 通った時のね、パワーマジやばいから。なんでかっていうと、全部パケーカーと白バイてから、ラバゴも。いやこれ大体もらった大体もらった。多分幻影はマジでラバがめっちゃ効くんですよ。何デスフェニとかマスカレーナとか立ててきたり、あとなんか勇者とか入ってたりするんですけど、これ全部ラバゴっていうモンスターで解決できるんですよね。基本的にラバゴサンボルで多分全部解決します。ラバゴ怪獣サンボルでやばい世界最強ハンド来た。世界最強ハンドや。もういくらでも展開していいぞ。いくら展開してもいい関係ないね。まあ、とりあえず、週末の騎士出てきてっけど、なんかあれっち、なんか俺の思ってる幻影と違えな。なんか全然ちゃう動きしてるぞ。サモンプリスト、やばい。ちょっと待って、なんかゴミデッキの匂いすんだこれ。幻影かと思ったら全然違え。幻影の皮かぶったクソロッキーの顔さるこれ。サモプリ効果で、うわ、ダークドリアード。やべ、ダークドリアード入ってる時、ろくなデッキないんだって。ダークドリアードの効果をなんかドヤ顔で使ってくるデッキってマジでろくなデッキないんですよ、本当に。これはマジでクソデッキ界隈では有名で、このカードをドヤ顔で使うデッキにの中にマジでまともなデッキは基本的にはありません多分シェイブリやばいやばいやばい、ちょっと待って、やばいやばいやばい、っていうか待って、俺めちゃくちゃなドローさせられて、これもしかして俺デッキ切れて負けるとかある。うわガーデンはやばい、さすがにガーデンはやばい。これ特殊召喚回数死ぬほど稼がれるやん。これもしかして俺デッキ切れです。貫通で負ける。死ぬ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 、マジで。マジで死ぬ。残りデッキ2枚だって。ちょ、2ミリはさっき抜いちまったんだって。自爆超進化。ライフ3000なる。あ。あれ？もしかして俺、デッキ切れじゃなくてこの鳥の効果で殺される？あれ？アスラピスク効果やばいよね。これやばくない？いやデッキ切れちゃうの？いや残りデッキ1枚でデッキ切れ負けちゃうんかい。